堀り立つ咲く、二礼の家。第一部。1926年9月7日、大村にて。尚子私はこの日記をお前にいつか読んでもらうために書いておこうと思う。私が死んでから何年かたって、 どうしたのかこの頃ちっとも私と口を聞こうとはしないお前にももっと打ち解けて話しておけばよかったろうと思う時が来るだろうそんな折のためにこの日記を書いておいてやりたいのだそういう折に思いがけなくこの日記がお前の手に入るようにさせたいものだがそう 私はこれを書き上げたら、この山の内の中の、どこか人目につかないところに隠しておいてやろう。数年間、秋深くなるまで、いつも私が一人で居残っていたこのうちに、お前はいつか、お前のゆえに、私の苦しんでいた姿を懐かしむために、しばらくの日を過ごしに来るようなことがあるかもしれぬ。 その時まで、この山のうちが、私の生きていた頃と、そっくりそのままになっていてくれるといいが。そうしてお前は、私が好んでそこで本を読んだり、編み物をしたりしていた、ニレの木陰の腰掛けに、私と同じように腰を下ろしたり、また、冷え冷えとする夜の数時間を、暖炉の前でぼんやり過ごしたりする。 そういうような日々のある夜、お前は何気なく私の使っていた二階の部屋に入って行って、ふとその一偶にこの日記を見つける。もしかそんな檻だったら、お前は私を自分の母としてばかりではなしに、過失もあった一個の人間として見直してくれ、私をその人間らしい過失のゆえに、 一層愛してくれそうな気もするのだ。それにしても、この頃のお前は、どうしてこんなに私と言葉を交わすのを避けてばかりいるのかしら。何かお互いに傷つけ合いそうなことを、私から言い出されはせぬかと、恐れておいでばかりなのではない。かえってお前の方から、そういうことを言い出しそうなのを、 恐れておいでなのだとしか思えない。この頃のこんな気づまりな重苦しい空気がみんな私から出たことなら、お兄さんやお前には本当にすまないと思う。こうした鬱陶しい雰囲気がますます濃くなってきて、何か私たちには予測できないような悲劇が持ち上がろうとしているのか。 それとも、私たち自身も、ほとんど知らぬ間に、私たちの周りに起こり、そして、何事もなかったように過ぎ去っていった、以前の悲劇の影響が、年月の経つにつれて、こんなに目立ってきたのであろうか。私にはよくわからない。が、おそらくは、私たちにはっきりと気づかれずにいる、何かが起こりつつあるのだ。 それがどんなものかわからないながら、どうやらそれらしいと感じられるものがある。私はこの手記で、その正体らしいものを突き止めたいと思うのだ。私の父は、ある地名の実業家であったが、私のまだ娘の自分に、事業の上で取り返しのつかぬような失敗をした。 そこで母は私の行く末を案じて、その頃流行のミッションスクールに私を入れてくれた。そうして私はいつもその母に、お前は女でもしっかりしておくれよ。いい成績で卒業して外国にでも留学するようになっておくれよ。と言い聞かされていた。そのミッションスクールを出ると、 私はほどなく、この三村家の人となった。それで、自分はどうしても行かなくてはならないものと思い込んでいたせいか、子供心に一層恐ろしい気のしていた、そんな外国段階は行かずに済んだ。その代わり、この三村の家も、その頃は、おじいさんというのが大変のんきなお方で、ことに晩年は、 骨董などに怒りになり、すっかり家運の傾いた後だったので、お前のお父様と私とで、それを立て直すのに随分苦労をしたものだった。二十代、三十代は、ほとんど息もつかずに、大急ぎで通り過ぎてしまった。そうして、やっと私たちの生活も楽になり、ほっと一息ついたかと思うと、 今度はお前のお父様がお倒れになってしまったのだ。兄の幸雄が十八でお前が十五の時であった。実のところ私はその時までお父様の方がお酒立ちなされようとは想像だにしていなかった。そうして若い頃などは私が先に死んでしまったならば、 お父様はどんなにお寂しいことだろうと、そのことばかり言い暮らしていたほどであった。それなのに、その病心の私の方が、小さなお前たちとたった三人きり取り残されてしまったのだから、最初のうちはなんだかポカンとしてしまっていた。そのうちに、やっとはっきりと、古い白花何ぞの中に、 自分だけで取り残されているような寂しさがひしひしと感じられてきた。この思いがけない出来事は、しかし、まだ随分と世間知らずの女であった私には、人間の運命のはかなさを何か身に染みるように感じさせただけだった。そうしてお父様がお亡くなりなさる前に、私に向かって、生きていたら、 お前にもまた何かの希望が出ようとおっしゃられたお言葉も私にはただ空虚なものとしか思えないでいた。生前、お前のお父様は大抵夏になると私と子供たちをかつさの海岸にやってご自分はお勤めの都合でうちに残っていらっしゃった。そうして一週間ぐらい休暇を取りになると 山がお好きだったので、一人で信濃の方へ出かけられた。しかし、山登りなどをなさるのではなく、ただ山のふもとをドライブなどなさるのがお好きなのであった。私はまだその頃はいつも行きつけているせいか、海の方が好きだったのだけれど、お前のお父様の亡くなられた年の夏、急に山が恋しくなりだした。 子供たちは少し退屈するかもしれないが、なんだかそんな寂しい山の中で、一夏ぐらい誰とも会わずに暮らしたかったのだ。私はその時、ふとお父様がよく浅間山のふもとの王という村のことをお褒めになっていたことを思い出した。何でも昔は有名な宿場だったのだそうだけれど、 鉄道ができてから急に衰微しだし、今ではやっと二三十軒くらいしか人家がないという、そんな大村に私は不思議に心を惹かれた。何しろお父様が初めてその村においでになったのは随分昔のことらしく、それまでお父様はよく同じ浅間山のふもとにある外人の宣教師たちが部落している、 景村にお出かけになっていたようであるが、ある年の夏、ちょうどお父様のご滞在中に山津波が起こって、景村一帯がすっかり浸水してしまった。その折、お父様は景村に秘書していた外人の宣教師やなんかと共に、そこからにりばかり離れた大村まで避難なさったのだった。その折、 昔の繁盛に引き換え、今はすっかり錆びれ、それがいかにも落ち着いた、いい感じになっているこの小さな村にしばらく滞在し、そして、この村からは、おちこちの山の眺望が、実に良いことをお知りになると、それから急におやみつきになられたのだ。そうして、その翌年からは、ほとんどマイのように、 大村にお出かけになっていたようだった。それから二三年するかしないうちに、そこにもぽつぽつ別荘のようなものが立ち出したという話だった。あの山津波の檻、そこに避難された方のうちにでも、お父様と同じようにすっかり好きになったものがあるのだろうと笑いながらおっしゃっていた。が、 あまり寂しいところだし、不便なことも不便なので、二三年人の入った霧で、そのまま使われずにいる別荘も少なくはないらしかった。そんな別荘の一つで向かって気に入るように修繕したら、少し不便なことさえ辛抱すれば、結構私たちにも進めるかもしれない。そう思ったものだから、私は人に頼んで、 手頃な家を探してもらうことにした。私はやっと数本の大きなニレの木のある杉川吹の山小屋を五六百坪の辞書ぐるみ手に入れることができた。風雨にさらされて見かけはかなり傷んでいたけれど小屋の中はまだ新しくて思ったより住み心地が良かった。 子供たちが退屈しはしないかと、それだけが心配だったが、むしろそんな山の中では、すべてのものが珍しいと見え、いろんな花だの昆虫などをとっては、おとなしく遊んでいた。霧の中で、うぐいすだの山端だのがしきりに鳴いた。私が名前を知らないことも、私たちがその名前を知りたがるような、 美しい鳴き声でさえずった。流れの淵で桑の葉などを食べていたヤギの子も、私たちの姿を見ると人懐こそうに寄ってきた。そういう小ヤギとじゃれ合っているお前たちを見ていると、私のうちには悲しみとも何ともつかないような気持ちがこみ上げてくるのだった。しかし、その悲しみに似たものは、 その頃私にはほとんど心よいほどのものに、それなくしては私の生活は全く空虚になるだろうと思えるほどのものになってしまっていた。それから何やかやしているうちに数年が過ぎたのであった。とうとう正さは大学の以下に入った。将来何をするか、 私は全く自由に選ばせておいたのだった。が、その以下に入った動機というのが、その学業に特に興味を抱いているからではなくて、むしろ物質的な気持ちが主になっているのを知ったとき、私はなんだか胸の痛くなるような気がした。それは、このままに暮らしていたのでは、私たちのわずかな財産も、 だんだん減るばかりなので、私はそれを一人で気をもんでいたけれど、そんな心配は一辺もまだ子供たちに漏らしたことなどないはずであった。が、正サはそういう点にかけては、これまでも不思議なくらい敏感であった。そういう正サが、どちらかというと、一体に性質がおとなしすぎて困るのに反して、 妹のお前はお前で子供のうちから気が強かった。何か気に入らないことでもあると一日中黙っておいでだった。そういうお前が私にはだんだん気詰まりになってくる一方だった。最初はお前が年頃になるにつれますます私に似てくるので、なんだか私の考えていることが そっくりお前に見透かされているような気がするせいかもしれないと思っていた。が、そのうち、私はやっと、お前と私の似ているのは、ほんの上辺だけで、私たちの意見が一致するときでも、私が主として感情から入っていってるのに、お前の方はいつも理性から来ているという相違に気がつき出した。 それが私たちの気持ちを、どうかすると、妙にちぐはぐにさせるのだろう。確か、マサオが大学を卒業して、T 病院の助手になったので、お前と私だけで、その夏を大村に過ごしに行くようになった最初の年であった。隣の軽村には、その頃、お前のお父様の生きていらした自分の知り合いが、 だいぶ秘書に来るようになっていた。その日も、お父様の元の同僚だった方のあるティーパーティーに招かれて、私はお前を伴って、そこのホテルに出かけたのだった。まだ帝国に少し間があったので、私たちはベランダに出て待っていた。その時、私はひょっくり、ミッションスクール時代のお友達で、 今は地名のピアニストになっていられるアタカさんにお会いした。アタカさんはその時、三十七八の背の高い痩せぎすの男の方と立ち話をされていた。それは私も一面識のある森おと彦さんだった。私よりも五つか六つ年下で、まだお一人身の方だけれど、 ブリリアントという字の決心のようなそのお方と親しくお話をするだけの勇気は私にはなかった。あたかさんと何やら気の利いた冗談を交わしていらっしゃるらしいのを私たちだけは武骨者らしい顔をして眺めていた。しかし森さんは私たちのそんな気持ちがお分かりだったと見え、 あたかさんが何か用事があってその場を外されると私たちのそばに近づかれて二言三言話しかけられたがそれは決して私たちを困らせるようなお話し方ではなかったそれで私もつい行きやすくなりその方のお話し相手になっていた聞かれるままに 私どものいる大村のことをお話しすると、大変好奇心をお持ちになったようだった。そのうち、あたかさんをお誘いして、お尋ねしたいと思いますが、よろしゅうございますか。あたかさんが行かれなかったら、私一人でも参りますよ。などとまでおっしゃった。ほんの気まぐれからそうおっしゃったのではなく、なんだかお一人でもいらっしゃりそうな気がしたほどだった。 それから一週間ばかり経った、ある日の午後だった。私の別荘の裏の雑木林の中で、自動車の爆音らしいものが起こった。車などの入って来られそうもないところだのに、誰がそんなところに自動車を乗り入れたのだろう。道でも間違えたのかしらと思いながら、ちょうど私は二階の部屋にいたので、窓から見下ろすと、 雑木林の中に挟まって、とうとう身動きが取れなくなってしまっている自動車の中から、森さんが一人で降りてこられた。そして、私のいる窓の方をお土産になったが、ちょうど一本の二レの木の影になって、向こうでは私にお気づきにならないらしかった。それに、うちの庭と、 今あの方の立っていらっしゃる場所との間には、すすきだの細かい花を咲かせた寒木だのが一面に酔い茂っていた。そのため、間違った道へ自動車を乗り入れられたあの方は、私のうちのすぐ裏のついそこまで来ていながら、それらに遮られて、いつまでもこちらへいらっしゃれずにいた。それが私には心なしか、 なんだかお一人で私のところへいらっしゃるのを躊躇なさっていられるようにも思えた。私はそれから下へ降りていって、取り散らかした茶テーブルの上などを片付けながら、何食わぬ顔をしてお待ちしていた。やっとニレの木の下に森さんが現れた。私は初めて気がついたように、 慌ててあの方をお迎えした。どうも飛んだところへ入り込んでしまいまして。あの方は私の前に突っ立ったまま、干木のしぎみの向こうにまだ車体の一部を覗かせながら、しきりなしに爆音を立てている車の方を振り向いていた。私はともかくあの方をお上げしておいて、それから、 お隣へ遊びに行っているお前を呼びにでもやろうと思っているうちに、さっきから少し怪しかった空が急に暗くなってきて、今にも夕立ちのきそうな空合いになった。森さんはなんだか困ったような顔つきをなさって、あたかさんをお誘いしたらなんだか夕立ちがきそうだから嫌だと言っていましたが、どうもあたかさんの方が当たったようですな。 そう言われながら、絶えずその暗くなった空を気になさっていた。向こうの雑木林の情報に、一面に古綿のような雲が覆いかぶさっていたが、一瞬間、稲妻がそれをジグザグに引き裂いた。と思うと、そのあたりで、凄まじい雷鳴がした。それから突然、屋根板に、 一つかみの小石が絶えず投げつけられるような音がしだした。私たちはしばらくうつけたようにお互いに顔を見合わせていた。それは非常に長い時間に見えた。それまでちょっとエンジンの音を止めていた自動車が不意に野獣のように暴れ出した。 木の枝の折れる音が続けさまに私たちの耳にも入った。だいぶ木の枝を折ったようですな。うちのだかどこのだかわからないんですからようございますわ。稲妻が時々枝を折られたそれらの干木を照らしていた。それからまだしばらく雷鳴がしていたが、やっとのことで 向こうの雑木林の情報がうっすらと明るくなり出した。私たちはなんだかほっとしたような気持ちがした。そうしてだんだん草の葉が日に光り出すのを眩しそうに見ていると、またしても屋根板にパラパラと大きな音がし出した。私たちは思わず顔を見合わせた。が、それはニレの木の葉のしずくる音だった。 雨が上がったようですから、少しそこいらを歩いてごらんになりませんそう言って私は、あの方と向かい合った椅子からそっと離れた。そうして、お隣へお前を迎えにやっておいて、一足先に村の中をご案内していることにした。村はちょうど、養蚕の始まっている最中だった。家並みは、 皆で三十軒足らずで、その上大抵の家は今にも崩壊しそうで、中にはもうお腹ば傾き出しているのさえあった。そんな廃屋に近いものを取り囲みながら、ただ豆畑やトウキビ畑だけは猛烈に繁盛していた。それは私たちの気持ちに妙に応えてくるような眺めだった。 途中で、桑の葉を重たそうに背負ってくる、汚れた顔をした若い娘たちと幾人もすれ違いながら、私たちはとうとう村外れの分かれ道まで来た。北寄りには浅間山がまだ一面に雨雲をかぶりながら、その赤らんだ肌をところどころ覗かせていた。しかし、南の方はもうすっり かり晴れ渡り、いつもより近々と見える真向こうの小山の上に巻雲が一固まり残っている霧だった。私たちがそこにぼんやりと立ったまま気持ちよさそうに冷たい風に吹かれていると、ちょうどその瞬間、その真向こうの小山のてっぺんから少し手前の松林にかけて、 あたかもそれを待ち儲けでもしていたかのように、一筋の虹がほのかに見え出した。まあ、綺麗な虹だこと。思わずそう口に出しながら、私はパラソルの中からそれを見上げた。森さんも私のそばに立ったまま、眩しそうにその虹を見上げていた。そうして、 なんだか非常に穏やかな、そのくせ妙に興奮なさっていらっしゃるような面持ちをしていられた。そのうち向こうの村道から一台の自動車が光りながら走ってきた。その中で誰かが私たちに向かって手を振っているのが認められた。それは森さんのお車に乗せてもらってきたお前と お隣のアキラさんだった。アキラさんは写真機を持っていらした。そしてお前が耳打ちすると、アキラさんはその写真機をあの方に横から向けたりした。私は小言も言えずにハラハラしてお前たちのそんな子供らしいはしゃぎ方を見ているよりしようがなかった。あの方はしかし、 それにはお気がつかないような様子をなすって、少し神経質そうに足元の草をステッキでつついたり、時々私と言葉を交わしたりしながら、お前たちに取られるがままになっていられた。それから三四日、午後になると一遍は決まって夕立ちがした。夕立ちはどうも癖になるらしい。その度ごとに、 激しい雷鳴もした。私は窓際に腰掛けながら、ニレの木越しに向こうの雑木林の上にひらめく不気味なデッサンを、さも面白いものでも見るように見入っていた。これまではあんなに雷を怖がったくせに。翌日は霧が深く、終日近くの山々すら見えなかった。 その翌日も朝のうちは深い霧がかかっていたが、正午近くなってから西風が吹き出し、いつの間にか気持ちよく晴れ上がった。お前は二三日前から軽村に行きたがっておいでだったが、私はお天気が良くなってからにしたらと言って止めていたところ、その日もお前がそれを言い出したので、 なんだか今日は疲れていて、私は行きたくないから、それじゃあ、らさんに一緒に行っていただいたらと、私は勧めてみた。最初のうちは、そんなら行きたくはないわ、と、すねておいでだったが、午後になると、急に機嫌を直して、らさんを誘って、一緒に出かけていった。が、一時間もするかしないうちに、 お前たちは帰ってきてしまった。あんなに行きたがっていたくせにあんまり帰りが早すぎるし、お前がなんだか不機嫌そうに顔を赤くし、いつも元気のいいアキラさんまでが少し塞いでいるように見えるので、途中でお前たちの間に何か気まずいことでもあったのかしらと私は思った。アキラさんは その日はお上がりにもならないで、そのまますぐ帰って行かれた。その晩、お前は私に、その日の出来事を自分から話し出した。お前は、軽村に行くと、真っ先に森さんのところへお寄りする気になって、ホテルの外で明さんに待っていただいて、一人で中に入って行った。ちょうど、ご散後だったので、 ホテルの中はひっそりとしていた。ボーイらしいもの,の姿も見えないので、帳場で居眠りをしていた背広服の男に、森さんの部屋の番号を教わると、一人で二階に上がっていった。そして、教わった番号の部屋のドアを叩くと、中からあの方らしい声がしたので、いきなりそのドアを開けた。お前を、 防いかなんかだと思われていたらしく、あの方はベッドに横になったまま何やら本を読んでいた。お前が入って行くのを見ると、あの方はびっくりなさったようにベッドの上に座り直された。お休みだったんですかい,いえ、こうやって本を読んでいただけなんです。そう言いながら、あの方はしばらく、 お前の背後にじっと目をやっていた。それからやっと気がついたように、お一人なんですかとお前に聞いた。ええ。お前はなんだか遠惑しながら、そのまま南向きの窓の淵に近寄っていった。まあ、山ゆりがよく匂いますこと。すると、あの方もベッドから降りていらした。 お前の隣にお立ちになった。私はどうもそれを嗅いでいると頭痛がしてくるんです。お母さんもゆりの匂いはお嫌いよ。お母さんもね。あの方はなぜかしらひどくそっけのない返事をなさった。お前は少しむっとした。その時、向こうの賃の 傷ズの絡んだ四つ目書き越しに写真機を手にしたア田さんの姿がちらちらと見えたり隠れたりしているのにお前は気がついた。あんなにホテルの外で待っているとお前に固く約束しておきながらいつの間にかホテルの庭へ入り込んでいるそんなア田さんの姿を認めるとお前はお前の幾分こじれた気持ちを 今度はアキラさんの方をえ向け出していた。あれはアキラさんでしょう。あの方はそれに気がつくといきなりお前にそうおっしゃった。そうしてそれから急になんだかお前に興味をお持ちになったようにじっとお前を見つめ出した。お前は思わず真っ赤な顔をしてあの方の部屋を飛び出してしまった。 そんな短い物語を聞きながら、私は、お前はなんてまあ、子供らしいんだろうと思った。そして、それがいかにも自然に見えたので、この頃どうかすると、お前は妙に大人びて見えたりしたのは、全く私の思い違いだったのかしらと思われるくらいであった。そうして、私はお前自身にもよくわからないらしかった。 あの時の恥ずかしさとも怒りともつかないものの原因を、それ以上知ろうとはしなかった。それから数日後、東京から電報が来て、マサオが超カタルを起こして寝込んでいるから、誰か一人帰ってきてくれというので、とりあえずお前だけが帰郷した。お前の出発した後へ、森さんからお手紙が来た。 先日はいろいろありがとうございました。大村は私も大変好きになりました。私もああいうところに陰遁できたらと柄にないことまで考えています。しかし、この頃の気持ちは、帰って再び二十四五になったような、何やらわけのわからぬ興奮を感じているくらいです。ことに、あの村外れで、 ご一緒に美しい虹を仰いだときは、本当にこれまで何やら行き詰まっていたようで暗淡としていた私の気持ちも急に明け出したような気がしました。これは全くあなたのおかげだと思っております。あの折私はある自助伝風な小説のヒントをまで得ました。明日私は聞きをいたすつもりですが、 いずれまたお目にかかって、ゆっくりお話ししたいと思います。数日前、お嬢さんがお見えになりましたが、私の知らない間にお帰りになっていました。どうなさったのですか私がこの手紙を読むそばに、もしお前がおいでだったら、私にはこの手紙は、もっと深い意味のものに取れたかもしれない。 しかし、私一人きりだったことが、読んだ後で平気でそれを他の郵便物と一緒に机の上に放り出させておいた。それが私に、この手紙をごく何でもないもののように思い込ませてくれた。同じ日の午後、明さんがいらして、お前がもう帰郷されたことを知ると、そんな突然の出発が、 なんだかご自分のせいではないかと疑うような悲しそうな顔をして、お上がりにもならずに帰って行かれた。明さんはいい方だけれど、早くから両親を亡くされたせいか、どうも少し神経質すぎるようだ。この二三日で、本当にやきめいてきてしまった。朝など、こうして窓際に一人きりで、 何ということなしに物思いにふけていると、向こうの雑木林の間から、これまではぼんやりとしか見えなかった山々の火までが、一つ一つくっきりと見えてくるように、過ぎ去った日々のとりとめもない思い出が、その微細なものまで私に思い出されてくるような気がする。が、 それはそんな気持ちのするだけで、私のうちには、ただ何とも言いようのない、悔いのようなものが湧いてくるばかりだ。日暮れ時など、南の方で、しきりなしに稲光がする。音もなく。私はぼんやり頬杖をついて、若い頃よくそうする癖があったように、 窓ガラスに自分の額を押し付けながら、それを開かずに眺めている。痙攣的に瞬きをしている、青ざめた一つの顔を、ガラスの向こうに浮かべながら。その冬になってから、私はある雑誌に、森さんの半生という小説を読んだ。これが、 あの大村で暗示を得たとおっしゃっていた作品なのであろうと思われた。ご自分の半生を小説的にお書きなさろうとしたものらしかったが、それにはまだずっとお小さい時のことしか出てこなかった。そういう一部分だけでも、あの方がどういうものをお書きになろうとしているのか、見当のつかないこともなかった。が、 この作品の調子には、これまであの方の作品についぞ見たことのないような不思議に憂鬱なものがあった。しかし、その見知らないものは、ずっと前からあの方の作品のうちに深く潜在していたものであって。ただ我々の前に、あの方の偽られていたブリリアントな調子のため、 すっかり覆い隠されていたに過ぎないように思われるものだった。こういう生な調子でお書きになるのは、あの方としては大変お苦しいだろうとはお察しするが、どうか完成なさるようにと心からお祈りしていた。が、その半生は最初の部分が発表されたきりで、とうとうそのまま投げ出されたようだ それは何か私には、あの方の前との多難なことを予感させるようでならなかった。二月の末、森さんがその年になってからの初めてのお手紙をくださった。私の差し上げた年賀状にも返事の書けなかったお詫びやら、これからずっと神経衰弱でお悩みになっていられることなど書き添えられ、それに、 何か雑誌の切り抜けのようなものを同封されていた。何気なくそれを開いてみると、それは、ある年上の女に与えられた一連の恋愛史のようなものであった。なんだってこんなものを私のところにお送りになったのかしらと、いぶかりながら、ふと最後の一節。いかで、 惜しむべきほどの我が身かは、ただ憂う、君が名の、という句を何のことやらわからずに口ずさんでいるうち、これはひょっとすると私に当てられたものかもしれないと思い出した。そう思うと私は最初何とも言えず罰の悪いような気がした。それから今度は、 それがもし本当にそうなのなら、こんなことをおかけになったりしては困るという、ごく世間並みの感情が私を支配しだした。たとえそういうお気持ちが終わりだったにせよ、そのままそっとしておいたら、誰も知らず、私も知らず、そして、おそらくあの方自身も知らぬ間に、それは忘れ去られ、葬られてしまうに違いない。 なぜそんな移ろいやすいようなお気持ちを、こんな遠曲な方法にせよ、私にお打ち明けになったのだろう。今までのように、向こうもこちらも、そういう気持ちを意識せずにお付き合いしているのならいいが、一旦意識し合った上では、もうこれからは、お会いすることさえできない。そうして私は、あの方の、 そんな一人よがりをお責めしたい気持ちでいっぱいになっていた。しかし、そういうあの方を、私はどうしても憎むような気持ちにはなれなかった。そこに私の弱みがあったように思われる。が、私は、その数辺の詩が、私に当てられたものであることを知り得るのは、おそらく、私一人ぐらいなものであろうことに気がつくと。 何かほっとしながら、その紙片を破らずに、自分の机の引き出しのずっと奥の方にしまってしまった。そうして、私は何ともないような風をしていった。ちょうど、お前たちと夕方の食事に向かっている時だった。私はスープをすすろうと仕掛けた時、ふとあの紙片が、 すばるからの切り抜きであったことを思い出した。それまでもそれに気がついていたが、それが何の雑誌だろうと私は別に問題にしていなかったのだ。そしてその雑誌なら迷子を私のところにも送ってきてあるはずだが、このごろ手にも取らずに掘ってあるので、もしかしたら私の知らぬ間に兄さんはともかく、 お前はもうその詩を読んでいるかもしれなかった。これはとんでもないことになったと私は初めて考え出した。なんだか気のせいか、お前はさっきから私の方を見て見ないふりをしておいでのようでならなかった。すると突然私のうちに誰にともつかない怒りがこみ上げてきた。しかし私は いかにもつつましそうにスープのさじを動かしていた。その日からというもの、私はあの方が私の周りにお広げになった見知らない、なんとなく胸苦しいような雰囲気の中に暮らし出した。私のお会いする人たちといえば、誰もかもみんなが私を 何か気厳そうな顔をして見ているような気がされてならなかった。そうして、それから数週間というものは、私はお前たちに顔を合わせるのさえ避けるようにして、自分の部屋に閉じこもっていた。私はただじっとして、私の身に迫ろうとしている、何やら私にもわからないものから身を外しながら、 それが私たちのそばを通り過ぎてしまうのを待っているより他はないような気がした。とにかく、それを私たちの中に入り込ませ、もつれさせさえしなければ、私たちは救われる。そう私は信じていた。そうして、私はこんな思いをしているよりも、一層のこと、早く年をとってしまえたらとさえ思った。 自分さえもっと歳をとってしまい、そうしてもう女らしく亡くなってしまえたら、たとえどこであの方とお会いしようとも、私は静かな気持ちでお話ができるだろう。しかし、今の私は、どうも歳が中途半端なのがいけないのだ。ああ、いっぺんに歳がとってしまえるものなら、 そんなことまで思い詰めるようにしながら、私はこの日頃、少し前よりも痩せ、静脈の幾分浮き出してきた自分の手を、しげしげと見守っていることが多かった。その年は、唐津湯であった。そうして、六月の末から七月の初めにかけて、真夏のように暑い日出りが続いていた。 私はめっきり体が衰えたような気がし、一人だけ先に早めに大村に出かけた。が、それから一週間するかしないうちに、急に梅雨気味の雨が降り出し、それが毎日のように降り続いた。間欠的に小闇にはなったが、しかしそんな時は霧がひどくて、近くの山々すら、 ほとんどその姿を見せずにいた。私はそんな鬱陶しいお天気をかえって良いことにしていた。それが私の孤独を完全に守っていてくれたからだった。一日は他の日に似ていた。冷え冷えとした雨があちらこちらに溜まっている二蓮の落ち葉を腐らせ、 それを一面に匂わせていた。ただ小鳥だけは毎日異なったのが、代わる代わる岩の小杖にやってきて異なった声で泣いていた。私は窓に近寄りながらどんな小鳥だろうと見ようとすると、この頃少し目が悪くなってきたのか、いつまでもそれが見当たらずにいることがあった。そのことは、 半ば私を悲しませ、半ば私の気に入った。が、そうして、いつまでもうつけたように、かすかに揺れ動いている小杖を見上げていると、いきなり私の目の前に、雲が長く糸を引きながら落ちてきて、私をびっくりさせたりした。そのうちに、こんな悪い陽気だけれど、 ぼつぼつと別荘の人たちもき出したらしい。二三度、私は裏の雑木林の中を、寂しそうにレーンコートを引っ掛けた霧で通っていく、明さんらしい姿をお見かけしたが、まだ私霧なことを知っていらっしゃるからか、いつもうちへはお立ち寄りにならなかった。八月に入っても、まだ梅雨じみた天候が続いていた。 そのうちに、お前もやってきたし、森さんがまた桂村にいらしているとか、これからいらっしゃるのだとか、あんまりはっきりしない噂を耳にした。なぜまたこんな悪い陽気なのに、あの方はいらっしゃるのかしら。あそこまでいらっしゃったら、こちらへもお見えになるかもしれないが、私は今のような気持ちでは、まだお目にかからない方がいいと思う。 しかし、そんな手紙をわざわざ差し上げるのもなんだから、いらしたらいらしたでいい。その時こそ、私はあの方によくお話をしよう。その場に直子も呼んで、あの子によく納得できるようにお話をしよう。何を言おうかなどとは考えない方がいい。放っておけば、言うことは一人でに出てくるものだ。 そのうち、時々晴れ間も見えるようになり、どうかすると庭の表にうっすらと日の差し込んでくるようなこともあった。すぐまたそれは陰りはしたけれど、私はこのごろ庭の真ん中のニレの木の下に丸木のベンチを作らせた。そのベンチの上にニレの木の影がうっすらと当たったり、 それがまた次第に弱まりながらだんだん消えてゆきそうになる。そういう絶え間のない変化を何かに脅かされているような気持ちがしながら見守っていた。あたかもこの頃の自分の不安な落ち着かない心をそっくりそのままそれに見出してもしているように。それから数日後、 カーッと日の照りつけるような日が続き出した。しかし、その日差しは、すでに秋の日差しであった。まだ日中は、とても暑かったけれども、森さんが突然お見えになったのは、そんな日の、それも暑い盛りの正午近くであった。あの方は、驚くほど憔悴なさっていられるように見えた。 そのお痩せ方やお顔色の悪いことは私の胸をいっぱいにさせた。あの方にお会いするまではこの頃目立つほどふけ出した私の様子をあの方がどんな目でお見になるかとかなり気にもしていたが私はそんなことはすっかり忘れてしまったくらいであった。そうして私は気を引き立てるようにして あの方と世間並みの挨拶などを交わしているうちに、その間、私の方をしげしげと見ていらっしゃるあの方の暗い眼差しに、私のやつれた様子が、あの方をも同じように悲しませているらしいことをやっと気づき出した。私は心の押しつぶされそうなのをやっとこらえながら、表面だけは、 いかにも物静かな様子を偽っていた。が、私には、その時、それが精一杯で、あの方がいらしたらお話をしようと決心していたことなどは、とても今切り出すだけの勇気はないように思えた。やっとな子が、女中に紅茶の道具を待たせて出てきた。 私はそれを受け取って、あの方におすすめしながら、お前が何かあの方に、不愛想なことでもなさりはすまいかと、かえってそんなことを気にしていた。が、その時、私の全く思いがけなかったことには、お前はいかにも機嫌よさそうに、しかも驚くほど巧みな話ぶりで、あの方の相手をなさり出したのだ。 この頃自分のことばかりにこだわっていて、お前たちのことはちっとも構わずにいたことを反省させられたほど、その時のお前の大人びた様子は私には思いがけなかった。そういうお前を相手になさっている方が、あの方にもよほど気楽だと見え、私だけを相手にされていた時よりもずっとお元気になられたようだ そのうちに話がちょっと途絶えると、あの方はひどくお疲れになっていられるようなご様子だのに、急に立ち上がられて、もう一度去年見た村の古い家並みが見てきたいとおっしゃられるので、私たちもそこまでお供をすることにした。しかしちょうど日ざかりで砂の白く乾いた道の上には、 私たちの影すらほとんど落ちないくらいだった。ところどころに馬糞が光っていた。そうしてその上には、いくつも小さな白い蝶が群がっていた。やっと村に入ると、私たちは時々日を避けるため、道端の農家の前に立ち止まって、去年と同じように、 カイを飼っているうちの中の様子を伺ったり、私たちの頭の上に今にも崩れてきそうなくらいに傾いた古い軒の格子を見上げたり、また、去年まではまだわずかに残っていた砂壁が、今はもう跡形もなくなって、そこがすっかりトウきび畑になっているのを認めたりしながら、何ということもなしに目を見合わせたりした。 とうとう、去年の村外れまで来た。浅間山は、私たちのすぐ目の前に、気味悪いくらい大きい感じで、松林の上に、くっきりと盛り上がっていた。それには、何かその時の私の気持ちに、妙に応えてくるものがあった。しばらくの間、 私たちはその村はずれの分かれ道に自分たちが無言でいることも忘れたようにうつけた様子で立ち尽くしていた。その時村の真ん中から正午を知らせる鈍い鐘の音が出し抜けに聞こえてきた。それがそんな沈黙をやっと私たちにも気づかせた。おいさんは時々気になるように 向こうの白く乾いた村道を見ていられた。迎えの自動車がもう来るはずだったのだ。やがて、それらしい自動車が猛烈な誇りを上げながら飛んでくるのが見えだした。その誇りを避けようとして、私たちは道端の草の中へ入った。が、誰一人、その自動車を呼び止めようともしないで、 そのまま草の中にぼんやりと突っ立っていた。それはほんのわずかな時間だったのだろうけれど、私には長いことのように思えた。その間、私は何か切ないような夢を見ながら、それから覚めたいのだが、いつまでもそれが続いていて、覚められないような気さえしていた。 自動車はずっと向こうまで行き過ぎてからやっと私たちに気がついて引っ返してきた。その車の中によろめくようにお乗りになってから森さんは私たちの方へ帽子にちょっと手をかけて会釈されたきりだった。その車がまた誇りを上げながら立ち去った後も私たちは二人とも パラソルでその誇りを避けながら、いつまでも黙って草の中に立っていた。去年と同じ村外れでの、去年とほとんど同じような別れ。それだのに、まあ、なんと去年のその時とは、何もかもが変わってしまっているのだろう。何が私たちの上に起こり、そして過ぎ去ったのであろう。 さっきそこいらで昼顔を見たんだけれど、もうないわね。私はそんな考えから自分の心をそらせようとして、ほとんど口から出まかせに行った。昼顔だってさっき昼顔が咲いてると言ったのはお前じゃなかったあたし知らないわ。お前は私の方を気厳そうに見つめた。 さっきどうしても見たような気のしたその花は、しかしいくらそこらを目で探してみても、もう見つからなかった。私には、それがなんだかひどく奇妙なことのように思われた。が、次の瞬間には、こんなことをひどく奇妙に思ったりするのは、よほど私自身の気持ちが、どうかしているのだろうという気がしだしていた。 それから二三日するかしないうちに、森さんから、これから急に基礎の方へ立たれるというおはがきをいただいた。私は、あの方にお会いしたら、あれほどお話ししておこうと決心していたのが、変にはぐれてしまったのを、何か後悔したいような気持ちであった。が、一方では、ややあって、何事もなかったようにお会いし、 そうして何事もなかったようにお別れしたのも、かえって良いことだったかもしれない。そう自分自身に言って聞かせながら、幾分自分に安心を強いるような気持ちでいた。そうしてその一方、私は自分たちの運命にも関するような何者かが、今日でなければ明日にもその正体がはっきりとなりそうな、 しかし、そうなることが、私たちの運命を、良くさせるか、悪くさせるか、それすらわからないような何者かが、一滴の雨をも落とさずに、村の上をよぎっていく暗い雲のように、自分たちの上を通り過ぎていってしまうようにと、願っていた。ある晩のことであった。 私はもうみんなが寝静まった後も、なんだか胸苦しくて眠れそうもなかったので、一人でこっそり子外に出て行った。そうしてしばらく真っ暗な林の中を一人で歩いているうちに、ようやく心持ちが良くなってきたので、うちの方へ戻ってくると、さっき出掛けにみんな消してきたはずの広間の電気が、 いつの間にか一つだけついているのに気がついた。お前はもう寝てしまったとばかり思っていたので、誰だろうと思いながら、ニレの木の下にちょっと立ち止まったまま見ていると、いつも私の座りつけている窓際で、私がよくそうしているように、窓ガラスに自分の額を押し付けながら、ナオコがじっと と空を見つめているらしいのが認められた。お前の顔はほとんど逆光線になっているのでどんな表情をしているのか全然わからなかったが、ニレの木の下に立っている私にもお前はまだ少しも気づいていないらしかった。そういうお前の物思わしげな姿はなんだかそんな時の私に そっくりのような気がされた。その時、一つの想念が私を捉えた。それは、さっき私が戸外へ出て行ったのを知ると、お前は何か急に気がかりになって、そこへ降りてきて、私のことをずっと考えておいでだったに違いないという想念であった。おそらくお前は、それと知らずに、 そんな私とそっくりな姿勢をしているのだろうが、それはお前が私のことを立ち入って考えているうちに、知らず知らず私と同化しているために違いなかった。今お前は私のことを考えておいでなのだ。もうすっかりお前の心の外へ出て行ってしまって、もう取り返しのつかなくなったものでもあるかのように、 私のことを考えておいでなのだ。いいえ、私はお前のそばから決して離れようとはしません。それなのに、お前の方でこのごろ私を避けよう避けようとしてばかりいる。それが私にまるで自分のことを罪深い女かなんぞのように恐れさせ出しているだけなのだ。 ああ、私たちは、どうしてもっと他の人たちのように、虚心に生きられないのかしら。そう心の中でお前に訴えかけながら、私はいかにも何気ないように家の中に入っていき、無言のままでお前の背後を通り抜けようとすると、お前はいきなり私の方を向いて、ほとんどなじるような動きで、 どこへ行ってらしたのと私に聞いた。私は、お前が私のことで、どんなに苦い気持ちにさせられているかを、切ないほどはっきり感じた。